にちは。こんにちは。あれ、聞こえてるのかな？聞こえてますか？何、緊張するんだけど、これ聞こえてるの？聞こえてますか？聞こえてないとかあんのかな？あ、よかった、ありがとうございます。やったー、嬉しい、聞こえてるんだ。うわ、緊張する。何これ、ちゃんと一人でやるの初めてなんですけど。あ、あやのちゃんバチバチに聞こえてるんだ。皆さん何してるんですか今は。私はですね、あ、返信はやれませんね。今もうご飯を食べて、今のんびりしてて、ちょっとやってみたいなと思ってやってるんですけど、緊張するな、これ。何もしてない。まあそうですよね、お家にいる人が多いのかな、やっぱり。このライブ動画への参加リクエスト、何食べたんですか。私はね、納豆と一人鍋をしました。あとなんだっけ、 あとご飯食べました。わあ、この前暇すぎてスピカ見ました。ありがとうございます。懐かしいスピカ、動物の森してます。お、納豆ね、美味しいですよね、パパッと食べれるし。熱っ、何これ、緊張する。わあ、ゼロワン見てます、ありがとうございます。わあ、ひろえちゃんに会いたすぎます。元気かい。家で何してるんですかって言われても、何にもねやることないからね、いろいろしてますよ。もう部屋掃除したり、寝たりしてますね。ちょっと喉乾いて、もうずっとテレビ見てますね。皆さん、お体は大丈夫ですか？私はもうめちゃめちゃね、サイレンめっちゃ元気です。私はちなみに、このさ、コラボ、なんとコラボリクエストって何なんですかね。何、あ、すごい、質問とかも、すごい、あ、こんなのあるんだ。じゃあこれ、食生活で気をつけてることは、食べ過ぎない、飲み過ぎない、適度にお野菜と、とりあえず納豆を食べたらなんとかなるかなと思って納豆を食べてます。はい、こんなのあるんだ。へー、すごい、納豆は毎日食べた方がいいらしいよ。やっぱりそうなんだ。なんかお母さん、私のお母さんが納豆すごい食べなっていつも言ってくれるので、私はいつも食べてます。これ水ですよ。
は何したらいいんだろう。1000% 大好きって 1000% さんのことが好きなのかな。 1000% さっきなちくんもやってたんですけどね。小粒ですか大粒ですか。小粒です。もうめちゃめちゃ極小小粒が好きなタイプです。私は焼酎ロック飲まないよ。童話でも読むよ。私そんなあのなちくんほどいい声してないから読みません。アーカイブ多分残しません。今見に来てくださってる方の記憶に留めておいてください。まあめちゃくちゃ可愛かった、ありがとうございます。お酒は得意なのかな、まあ、好きだけど、まあまあまあそんなベロベロに酔っ払ったことないです。後ろに今ヘアセットか何かしてますか。前髪だけちょっと、もうなんせ全然美容室行けてないから前髪がもう伸びてきちゃってちょっと巻いてます。九州の人お酒強いイメージ。確かに友達、地元の友達とか強い人多いけど、その分ちゃんと弱い人もいるから、まあぼちぼちですね。髪染めてないです。これよく染めてるって思われがちだけど、すごいいっぱい質問来てる。すごい。ちょっといっぱいありすぎてわかんないや。あらはるらちゃん元気だよ。24歳だけどお酒飲めない、いいんじゃないですか。お酒飲めても飲めなくても。これなんだ。ああテニスはシングルスとダブルスどっちが好きだった。私はダブルスの方が好きですね。プレッシャーに弱いので。シンガポールからハロー、ハロー。外に出られるようになったら行きたい場所は、海行きたいですね。海大好きなので。すごい。テニスやってたんです。高校生の時に部活でやってました。大阪行ったことありますよ。仕事でもあるしプライベートでもあるし結構好きです。もう関西大好きすぎて日帰りで行ったこともあります。カラオケ得意？得意じゃない、得意ではないけど好き。神戸に来てください。この前冬劇で神戸ちょっとお邪魔しました。舞台挨拶でゆっくりできなかったからな。うわーすごい。皆さん明日とかは何するんですか。皆さんお家で何してるんですか。なんかいい時間の使い方あったら教えてください。海スキューバダイビングとかやったことあるんですよ。スキューバダイビングすっごい楽しかった。とある日のエムズの動画なんて面白かった。皆さん買っていただいた方は
いっぱい回すの練習してくださいね。明日も仕事です。仕事の方もいるのか。マスク作ってるんだ。マスクってそんな簡単に作れるんですか。やったことない。ゼロワンの撮影のエキストラひろいちゃん見ました。来てくださったんだ、ありがとうございます。レゴしたい。レゴしてるんだ、すごい。レゴって絶対今やったらなんか昔やった時よりも数倍楽しいんだろうなって思いながらやりたいな。うわ、子供のゼロワンごっこしてます。いいですね。私も誰かいたらやりたいですね、お子さんと一緒にバルキリーごっこ。すごい、韓国で応援してます、ありがとうございます。子供好きですか。大好き。お料理してます。おお、やっぱお料理いいですよね。私もたまにしてます。そんな得意じゃないけど。うわー、これどうしたらいいんだろう。いやすごい、フィリピンになって、フィリピン、インザフィリピン、すごい。あ、こんなの来てる。面白い人ですよ。面白くて真面目な人です。以上。どれくらいライブしますか。どうしようかな。もう皆さんからの、なんだろう、どうしようかな。いつ終わろうかな。タイミング見て終わります。嫌いなもの、食べられないものありますか。まだ辛いの、あ、辛いのはちょっと苦手ですね。好きなんですけど、もう口の中が痛ってなります。何のゲームしてますか。動物の森もしてるし、あとはマリオカートもやってるし、いろいろやってます。漫画読みますか。漫画ね、なんかあまりこう今まで接してこない人生だったからあんまり読んだことがなくて、だからおすすめがあったら教えてください。おっとりですか、性格は。どうなんだろう。おっとりではないのかな。はい、多分。自分の返信見ると思ってる。いや、そりゃあ。2000人の人が読んでくれてる。普段どういう音楽聴きますか。ずっとインタビューとかでも言ってるのはサンボマスターさんとかリトグリさんとか井上園子さんとかかな。すごいポップで、なんだろうな、すごいテンション上がる曲が好きなので、あの家でもテンション上げたい時はスピーカーで曲流して歌ってます。ヤイバさんと違ってたくさん笑っててとてもキュンキュンし、そうですね、ちょっと
ギャップが、ギャップ？全然役と違いますかね。はじめまして、返信してください。返信は、日曜日見てください。スピーカーで音楽流すの自分も好きです。いいですよね。すごいお隣さんに聞こえてないかなっていうぐらい大声で歌ってます。私のいとこが見てました。元気だよ。え、社長見てんの？やばい、全然追いついてない。井上園子さんの曲では何が好き？世界で一番とかエールとかが好きです。アルト見てるの？こんにちは、こんにちは。I'm from インドネシア。おー、インドネシアから。ありがとうございます。お夕飯もう食べちゃいました。一人鍋しました。そのくらい髪の毛伸ばしたいなって思ってるんですけど、どのくらいかかりますか？どんくらいだろう。3年くらい。あ、見てるじゃん。井桁さんのインスタライブ激嫌いですね。ちょっと初めてだから緊張してるんだけど、どうしよう。もう暑いもん。何鍋？なんか鶏白湯鍋みたいなしました。あると社長が見てるんだね。ますます緊張するじゃん。いやー、なんか結構インスタライブしてる方とかいて、実際私もそういう方のを見てすごいおうち時間楽しんでたので、なんか私もそうやって見てもらえたらいいな、皆さんのおうち時間がちょっとでも楽しくなれたらいいなと思って、私自身も今すごく楽しいですし、ちょっとやってみました。ゼクシーとても魅力的でした。ありがとうございます。またライブやってね。こんなグダグダでいいのかな。こんなグダグダでよければまたやります。なんかこの中でやれることあるのかな。これやりながらご飯食べたりすればいいのかな。ね、なんかリクエストあったらまた教えてください。モーニングルーティーン知りたい。もうそんなの、もう起きてパパってやって着替えて終わり。そんな見せれるようなことしてないからな。グダグダでも楽しかばい。福岡の方かな。ありがとうございます。ほんとグダグダだよ。またライブみたいです。わあ、嬉しい。誰かとコラボしてほしい。だからコラボって何？どうやってやるの？コーヒーと紅茶どっち派ですか？紅茶派です。寝る前に必ずやること、なんだろう。特にないです。あ、また会いましたね。見ました。ありがとうございます。
共同配信。へえ、そんなことできるんだ。好きな食べ物は焼き鳥です。焼き鳥でもせせりが一番好きです。福岡凱旋イベントとかあると、いえ、福岡でイベントとかできたら最高ですね。うーん、刃は絶対コーヒーだよね。だよね、多分そう思います、私も。熱盛やってますよ。あ、豚バラも好き。焼き鳥、福岡の焼き鳥屋さんで食べる豚バラがもう最高ですね。やっぱ砂肝でしょ。分かれるか、やっぱ。うん、ぼんじり、ぼんじりも好きです。でも最近ぼんじ、ずっとぼんじりが一番好きだったんですけど、なんかね、ちょっともう年なのか何本もいけなくなってきちゃった。ぼんじりはもう一本で満足、やっぱ油が。だからもうせせりぐらいがちょうどいいですね。さっぱりしてて。ぼんじりいや、まだ若くないんですよ。そう、ちょうどせせりぐらいがちょうどよくなってきました。すごいな。ちょっとすごいな、てんやわんやしちゃってるな。もう難しい。せせりとかおじさんみたい。いやいやいや、そんなことないです。ちょっと、あー、焼き鳥食べたくなってきた。私も食べたくなってきた。明日は焼き鳥かな。方言で喋ってください。なんだろう、みんな今何しようと。しかも博多弁といえばってやつですよね。この初々しい感じが楽しいから大丈夫です。優しいですね、皆さん本当に。すごい、博多で有名な食べ物教えて。うどんですかね。うどん、結構締めで食べるうどんが美味しいんですよ。だしも濃くなくて、なんかあったまって、なんかホッとする感じ。だから福岡行かれたらぜひうどん食べてみてください。後輩が家の中で焼き鳥してました。すごいいいな、楽しそう。あ、なんだこれ。熊本からです。熊本ファンだよ。わ、熊本ね、すごい、めちゃくちゃ可愛いですよね。あ、福岡はラーメンのイメージです。確かにラーメンのイメージ強いんですけど、実はうどんも美味しくて。いや、ぜひ食べてください。あ、ありさちゃん、井口の島遊び、いや来なくていいよ。もう私の島はもう何の変哲もない普通の島なんで、そんな人に見せられるほどのおしゃれな島じゃないの。すごい、海外からも結構な方が見てくださってるんですかね。大学の授業はリモート化しました。そうなんだ。もう全然家出られない状況ですもんね。
スイッチ買うと思ったのにもどんまいもう全然ゲームとかも売ってないですもんね。水炊きも福岡だよ。福岡ですよ。え、明日就職試験です。え、明日できるんだ。え、でも外気をつけてくださいね。お酒何好きですか。何好きかな。普通にビールも飲むし、あと日本酒を最近飲み始めました。美味しい。家ではなかなか飲まないですけど、外行ったらちょっと日本酒も飲んでみたりなんてしてます。焼き鳥タレ派塩派。せせりは塩で、皮はタレで、あとつくねはタレっていう、もう自分の中でこれはこっちっていうのが決まってるから結構分けてます。風邪とか大丈夫ですか。私は大丈夫です。皆さん大丈夫ですか。仕事してる人に応援のメッセージください。もう頑張ってください。いや頑張り、頑張っていくというか、無理しないで、もう自分のペースで、体第一で頑張ってください。無理しないでください。無理しない程度に頑張ってください。犬と猫どっちが好きですか。犬。好きなお寿司のネタはネギトロかな。新社会人にも応援のメッセージください。新社会人おめでとうございます。なんだろう、素敵な社会人になってください。はい。犬派です。スポーツやりますか。スポーツ、最近ゴルフをしてます、ちょっとだけ。フットネイルしてますか。してるんですけど、ちょっともうだいぶ前になっちゃったから、ちょっと変えなきゃなって感じです。今年新高校生なのですか。始まりません。やっぱそうなんだ。でもここをね、頑張って乗り切ればきっと楽しい生活待ってるはずなので、頑張りましょう、みんなで。犬のタイプ、私あれが好きですね。ビーグルが好きです。スヌーピーってビーグルですもんね。スヌーピーが大好きで。子供が今日小学校入学しました。おめでとう。学生時代は何かスポーツしてましたか。してました。陸上、中学陸上で、高校テニス、公式テニスしてました。春から高校生ですが不安です。アドバイスください。そんな、毎日楽しんでればあっという間に3年間終わっちゃいますから、多分大変なこともあると思うけど、楽しんで頑張ってください。陸上競技の種目はハードルと高跳びやってました。むっちゃまんじゅう好きですか。むっちゃまんじゅう好き。絶対福岡の人でしょう。すごい地元のお花、あのお店だな。勉強頑張って。あ、来た。ヤッホー、なじくん。明日誕生日
おめでとうございます。素敵な1年になりますように。なちくん来ましたね。暑くなってきちゃった。あまつさん、1000% 言われてますね。 1000% いげちゃんのしくじり先生して、いやそんな話せることないな。ど 45% さん全然足りてないじゃん。すごい、みんな 1000% って言ってるじゃん。なちくん、じゃあなんか質問見ちゃおう。すごい、もう何にしようかな。サンボマスターさんで好きな曲は、世界を変えさせておくれよと、ミラクルを君と起こしたいんですですね。最近、いや料理してるよ、すごくしてるよ。私はね、コンタクトじゃないんです、裸眼なんです。意外と目良くて、今までそうですね。じゃあ30分になったら終わっちゃおうかな。コロナ落ち着いたら福岡行ってみたいんですけど、おすすめの場所ありますか？どこだろう。でもやっぱ福岡って言ったら食べ物がすごく美味しい、どこ行っても美味しいので、なんかすごいいろいろ食べ行ってほしいです。でも私は個人的に大堀公園が好きなので、なんかのんびりしたいときは大堀公園行ったりします。博多通りも好き、私も大好き。京都来てください。いや京都大好きですよ、すごい行ってますよ。私御朱印帳あれやってるとか持ってるんで、京都行ったらすごいいっぱい書いてもらいました。愛ちゃんって呼んでほしい。愛ちゃん大堀公園楽しいですよね。あそこ行ったらボート しちゃいますね。スクショタイムってさ、何どうしたらいいの？スクショタイムはどうしたらいいんですか？何したらいいんですか？あ、マイラちゃん、いやピース。京都来たら今度漢字ミュージアム来てほしいです。おお、漢字ミュージアムってなんだろう、すごい、行ってみよう、調べてみます。
やばいよ、なんか追いついてないのがバレバレだな。こんなんでいいのかな、スクシタイムって。よくわかんないや。ひかりちゃん、ひかりちゃん、ゼロワン今後の展開はどうなる？それはもう見ていただいて、ぜひお楽しみにということで。ファンレター送って大丈夫ですか？もちろん事務所宛てに送っていただければ私の手元に届きます。今な、お、あと1分。皆さん言い残したことないですか？私が言い残したことは、まあ今回見に来てくださってありがとうございましたっていうのと、まあちょっと今回は初めてだったということで、こんな感じでゆるゆるとしましたが、まあまたいつかちょっとタイミング見計らってできたらいいなと思うので、なんかリクエストあればお願いします。今来たばっかり、残念、ごめんなさい。あともうちょっとで終わっちゃいます。応援してます、ありがとうございます、頑張ります。ひよりって呼んでく、ひよりちゃん、ひよりさん。ありがとうございました。30分なっちゃった。じゃあありがとうございました。また皆さんお元気で、お元気健康には気をつけてくださいね。じゃあね、バイバーイ。